早々期のグリークラブ明治大学グリークラブは明治大学の学生による男性合唱団である。1960年、当時の明治大学合唱団から独立する形で誕生した。現存する学内唯一の公認男性合唱団であり、現在では佐藤健太郎が常任指揮者を務めている。通称はめぐり。東京六大学合唱連盟加盟団体である。 明治大学公共学団合唱部によって組織され、1951年に大学当局より公認された、混成合唱団、明治大学合唱団を前身としている。当初20から30名程度であった部員の増加、及び当時大学内に男性合唱団が存在しなかった等の理由が重なり、1957年より段階的に男性部としての活動を開始。 1961年の組織上の独立をもって正式に別団体となった。創設時の団員は約100名。かつては部室のほかに連絡先として大学近隣の喫茶店、うさぎ月を事務所としていた。1959年当初、学生と同年代であった女性店主から35年にわたり活動を支えられたが、1994年、 彼女の死去と、ロビンの閉店に伴い事務所を撤収している。1972年に OB 会が設立され、2018年現在、北海道、東北、北陸、東海、近畿、中国、九州の7支部が置かれている。開始、フンゲルメイル発行とともに、1994年には OB 会合唱団、駿河大クラブが結成され、2年に一度の、 単独演奏会を柱に活動を行っている。グリークラブとして独立した1960年当時の3年生が一期となっているため、明治大学グリークラブとしての歴史時の数は一致していない。また、前述の通り独立した経緯から、演奏会の会は明治大学が師匠団時代から連続しており、グリークラブとしての歴史よりも数字が大きくなっている。 学内の音楽団体として、入学式、卒業式をはじめとする式典や、大学の地域支部での演奏を行うほか、施設やイベント等での訪問演奏も行っている。文献によって一部総意が見られることに留意されたし、ハーバード大学グリークラブとのジョイントコンサート現在、以下の3つの定期演奏会を年間活動の中心としている。その他、不定期に、 各地での演奏旅行を行っており、近年では2012年3月に沖縄県浦添市での東日本大震災チャリティコンサート、2018年3月に青森県弘前市での演奏会が開催されている。合唱録音のみの出演も含む。なお、特筆のないものの出展はいずれも30周年、記念誌による。などなどなど出展は公式サイトより、 ありがとうございます。